今根府川です、もちろん秘境駅ではありません。この列車は回送列車ですね。はい、秘境駅探検家の、牛山氏が本で、味のある駅ということで紹介して、いたんで、今回初めてこの、根府川駅に、降りてみました。これから秘境駅の、身延線の、井出ですかね、井出っていう駅に行くんですが、その途中です。ここでの滞在時間は約30分です。はい、根府川、よいしょ。次がこれですかね。7時57分、熱海行き。これに乗ります。随分苦そう。古そうな駅ですね、かなり。ああ、回送列車が出てきました。あ、回送列車じゃないですね、あれは。味のある駅、根府川。無人駅か。あ、無人駅ですね。ははThank you.
味のある駅、根府川。そういえばさ、ははあ、さっき出て行ったバスですね。さて、この辺で止めます。よし。